おい、美咲、入院してもう1週間経ったぞ。出産まだなのか？まだまだよ。ついさっきお医者さんにも言われたんだけどね。このまま入院続けて予定日に出産をしましょうだって。っていうことは1週間後にようやく出産か。検診に来たら高血圧が見つかってそのまま緊急入院。妊婦の高血圧は危ないと言うけど、こんなことになるとはね。大輔にも心配かけさせてごめんね。いや気にするな。予定通り出産するなら俺にとっては好都合。それじゃいきなりで悪いが俺と離婚してくれ。離婚届をすぐに病院に送っておくからな。え、離婚ですって？子供が生まれてからの離婚はいろいろと面倒くさそうだからな。でも1週間もあれば離婚届にサインはできるよな。予定通りの出産で安心したよ。ちょっと待ってよ大輔、一体何を言い出すの？実は俺結婚した人ができたんだ。離婚したらお前の妹のマキちゃんと席を入れようと思ってる。何ですって？お前臨月に入ってすぐに入院しただろう。しかも入院してもう1週間も経っている。だからそれは検診で血圧が引っかかって仕方なくの入院でしょ。それと離婚がどう関係するのよ。お前が入院してる間マキちゃんが俺の面倒を見てくれたんだ。いきなり家にやってきて、私にお世話させてくださいって。はぁ？激務な俺を心配してきてくれたんだよ。美咲の代わりにって料理も掃除も全部やってくれた。というかお前より完璧にやってくれてな。その時に思ったんだ、お前との結婚は間違いだった、俺は真希ちゃんと結婚するべきだったって。なんで真希があなたの世話なんかしに来るのよ。そんなの私は頼んでないのに。いや今はそれどころじゃないわ。私と離婚するなんて正気なの？1週間後には私はあなたとの子供を出産するのよ。最低限の養育費は出してやるよ。でもそれで俺の責任は十分果たせるよな。はあ？子供お前が一人で育ててくれ。俺たちは引き取るつもりはないからな。はあ？それってつまり私と子供を捨てるってこと？それで妹の真希と結婚するってわけ？ああそうだ。嫁のくせに緊急入院なんて予想外なことで旦那に迷惑をかけやがって。それに長時間も家を空けるような嫁は必要ないんだよ。ふざけんじゃないわよ。出産に予定通りのことなんてあるわけないでしょ。むしろ毎日が予定外でそれが普通なのに。とにかくお前とは離婚だ。もう俺の目にはマキちゃんしか映ってないんだよ。それじゃあすぐに離婚届は病院に郵送するから、子供が生まれるまでに出しておいてくれ。一体どういうことよマキ。大輔と結婚するってよくも姉の旦那に手を出したわね。ああ私は何も悪くないから。捨てられて悲しいからって八つ当たりしないでくれる。はあ？お姉ちゃんがちゃんと愛されていれば離婚なんて言われないの。つまりお嫁さんになれなかったお姉ちゃんが悪いんだよ。姉の入院中に略奪しておいてよくそんなことが言えるわね。まさかここまでうまくいくとは思わなかったよ。私前から大輔さんのこと素敵だなーって思ってて、だからダメ元で家に押しかけてみたの。そしたらすんなり家に入れてくれて笑っちゃった。え？あんた大輔のことを狙っていたの？狙って当たり前じゃん。年収3000万の男なんて簡単に見つからないんだから。大企業勤めでしっかり稼ぐ男って最高だよね。しかも最近買った会社も超かっこいいし。私に許可もなく勝手に買った車ね。私は子供のことも考えてファミリーカーがいいって言ったのに、勝手に二人乗り専用のオープンカーなんて買ってきたのよね。ぶっちゃけ略奪無理はするつもりなかったんだよね。いろいろと貢いでくれる楽な浮気関係ぐらいでよかったの。でも大輔さんが予想以上に私にハマっちゃってさ、お姉ちゃんと離婚するから結婚してくれってしつこくて。そう、大輔はそこまでもうあんたに夢中ってわけね。そうなの、だから離婚してくれるよね。当たり前でしょ、妻と子供を裏切るような男なんてこっちから願い下げよう。やったー、これで私が彼の本妻になれるのね。あ、そうそう、先に言っておくけど養育費は私が子供を産んだら終わりだから。なんですって？実は大輔さんが早く私との子供が欲しいって言ってるの。だからなるべく私も彼の望みを叶えてあげたいんだけど、子育てって結構お金がかかるって言うじゃん。なのによその子供にお金が消えるとか普通にムカつくの。だから養育費は私が子供を産んだら強制終了よ。ここまで自分勝手だったとはね。
だったらもういいわ。いっそ養育費なんて最初からいらないから。1円も払わなくていいの？養育費どころか慰謝料だって払わなくていい。だからもう二度と私たちに関わらないで。あんたと縁を切るし、大輔には子供の面会すらさせないわ。全然 OK。 お姉ちゃんの縁が切れても何も困ることはないし、むしろそれだけで養育費を浮くなんて最高すぎ。生活費や子供の養育費は私一人で何とかする。結婚を機に辞めたけど看護師資格を持っておいて本当に良かったわ。そうだった、お姉ちゃんは看護師だったんだ。離婚届もすぐにサインして出してあげる。そしたらあんたたちは好き勝手に結婚でも何でもすればいい。でも言っておくけどね、人の幸せを踏みつぶしたあんたたちが幸せになれると思わないで。はぁ？子供を作るとか言ってたけど絶対にやめておいた方がいいわ。あんたたちみたいなのがろくな親になれるわけがない。むしろ生まれてくる子供がかわいそうなくらいよ。さっきから負け惜しみだろけど、受けるんですけど。いいからお姉ちゃんは黙って離婚届を出しておけばいいのよ。それじゃあ出産までに離婚手続きよろしくね。お姉ちゃんには悪いけど私たちは絶対に幸せになってみせるから。おい美咲、お前今すぐ家に戻ってこい。そして俺たちは早く手伝うんだ。はあ、一体何なの？緊急事態なんだよ。マキちゃんが交通事故に遭って大変なんだ。何ですって？幸い命に別状はないんだがな、車椅子が必要な体になったんだ。足の神経がやられて一生車椅子生活だって医者に言われた。それはすごく大変ね。あの子もまだ若いのに。だからお前も手伝いって言ってるんだよ。マキちゃんの介護を今すぐ手伝え。看護師なんだからこういうのは得意だよな。はあ？大企業勤めの俺は仕事が激務なんだ。申し訳ないがマキちゃんの世話なんかしている時間はない。だからお前が協力しろ。マキちゃんの姉だしお前には手伝う義務があるはずだ。そんな義務あるわけないでしょ。それに私にはまだ3歳の手のかかる子供もいるし、介護を手伝う余裕はありません。子供がいるからなんだって言うんだ。3歳ならもう歩けるぐらいだろ。だったら少しぐらいはそいつも介護できるはずだ。3歳の子供にまで車椅子の介護を手伝わせるつもりなの？一応俺の子供でもあるわけだしな。これは父親命令だ。ふざけんじゃないわよ。3歳の子供にも介護させようなんて、それでも父親なの？それぐらいこっちも大変なんだよ。なんだったら介護を手伝ってくれたらその分の金は出す。奮発して月5万でどうだ。は？介護あるからこれからは夜勤は禁止な。仕事から帰ってきたら俺の家に来てマキちゃんの世話をしろ。そしてマキちゃんが寝たら帰っていいからな。それと朝も朝食作りに俺たちの家に朝一で来い。マキちゃんの昼食も用意してから出勤するんだ。それだけやってたったの5万って嘘でしょ。もちろん土日はずっと俺の家にいるよな。子供を連れてきてもいいからマキちゃんの世話は絶対にしろ。話にもならないわね。悪いけど他を当たってちょうだい。なんだと？金も払うっていうのに断るのか。多少は稼ぎでもどうせ母子家庭で金に困ってるくせに。は？変なプライドや養育費も受け取ってないもんな。看護師とはいえど生活は苦しいはずだ。それが介護するだけで5万ももらえるんだから助かるだろ。介護するだけって言うなら自分でやりなよ。5万円分の仕事なら年収3000万も稼ぐあなたなら余裕でしょ。うるさい。いいから早く手伝いに来い。あれなら介護ぐらい手伝え。お前の妹が車椅子生活になって困ってるんだぞ。私に妹なんていないけど。え？だからお断り。私にとって家族は両親とお腹を痛めて産んだ子供だけ。マキとは姉妹でも家族でもないから。そしてそんな人の介護なんて絶対にごめんだわ。おい、家族でもないっていうのはかわいそうだろ。そりゃマキちゃんはお前から俺奪ったし、お前が彼女を許せないのはわかるけどさ、もう3年前のことなんだから水に流せや。そうね、もうあれから3年も経ったのよね。あの頃はまだお腹にいた子供がもう一人で歩けるようになった。言葉も達者になって私を毎日笑わせてくれる。最近じゃピアノ教室にハマっていて器用に演奏だってできる。それだけの年月がもう経ってしまったわ。でもね、それでもあんたたちへの怒りは一生消えないわ。え？水に流せ？それ傷つけた側が言うことじゃないから。
人を傷つけて人生をめちゃくちゃにしておいて一体何様のつもりなの？それに私との絶縁はマキ本人が了承しているわ。3年前養育費も慰謝料も払わなくていいから絶縁してくれって頼んだの。そしたらあの子は大喜びでそれを選んだわ。そうなの？それなのに介護をしてくれなんておかしな話よね。どうしてもって言うなら最低でも養育費と慰謝料払ってもらわなきゃ。もちろん全て一括よ。それにあんたたちの都合で約束を変えてあげるんだもの。最低でも1000万もらわないと納得できないよね。1000万？もちろん月5万ごときじゃ私は介護しないから。最低でも時給分は請求させてもらわないと。早朝や深夜の手伝いも欲しいならその分の手当も追加よ。ざっと月20万ぐらいはかかるんじゃないかしら。ふざけんな、そんなに払えるわけないだろ。じゃあ交渉決裂。マキの介護はあなたが一人で頑張ってね。ひどいお姉ちゃん、なんで私のことを助けてくれないの？介護ぐらい別にいいじゃない。妹がこんなに大変な目に遭ってるのに見捨てないでよ。絶縁しておいて何言ってるのよ。そんなに介護が必要なら自分の子供にやらせなさい。え？大輔に言われたわ。私の子供でも多少の介護はできるだろって。そんなことを言うなら自分の子供にやらせなさいって話よね。確か結婚してすぐに子供を作るとか言ってたわよね。言ってたけどそんなの無理だよ。実は私たちまだ子供がいないの。てか私子供ができない体だったんだよね。そうなの？大輔さんと結婚しても全然子供ができなくて、それで今年に入ってようやく検査してみたの。そしたら私が原因で子供ができないってことが分かったんだ。あら、それは大変ね。でもね、可能性はゼロじゃないの。不妊治療すれば望みはあるってお医者さんに言われたんだ。でも大輔さんは全然協力してくれなくて、それどころかいきなり私に冷たくなって帰りも遅くなったの。それで調べたら浮気していたのよ。きっと私との離婚を考えているんだわ。妊娠できそうな女を見つけたら私を捨てるつもりなのよ。それに私が事故に遭ったの彼のせい。大輔さんの浮気現場を目撃した時に事故に遭ったの。そうなの？事故の日も大輔さんは仕事の帰りが遅くてね。それで街中探したら若い女と二人で歩いてるところを見つけた。だから私すぐに彼を問い詰めようと思って信号を渡ったの。でもそれが赤信号で、そのせいでトラックにはねられちゃったの。そんなことがあったなんて。浮気されるし事故にも遭うし踏んだり蹴ったりね。お姉ちゃん、こうなったら協力しよう。私たち姉妹二人で手を取り合って生きていかない？え？私大輔さんと離婚することに決めたわ。もちろん彼の浮気を理由に離婚する。それで慰謝料も財産分与もたくさんもらうの。この怪我だって彼のせいみたいなものだし責任を取ってもらうわ。もういっそ彼の貯金や資産は全部私がもらってやる。だからそのお金で一緒に暮らそうよ。離婚はあなたたちの好きにしたらいいけど、なんで私があんたと暮らさなきゃいけないのよ。私が彼から資産を全部もらったら半分はお姉ちゃんにあげる。きっとお姉ちゃんが受け取らなかった養育費分はあると思うの。それだけあれば生活に余裕も出てお姉ちゃんも助かるでしょ。その代わり私の面倒を見てくれれば私も助かるし、ウィンウィンよ。はあ？子供も大きくなってどんどんお金もかかってくるよね。でも私と一緒なら多少生活が楽になると思うんだ。車椅子でも少しぐらいなら子供の面倒だって見れると思うし、多少育児も手伝ってもらえてお金も手に入る。お姉ちゃんにとっていい話だと思うんだけど。そんなことないわ、最悪の話だし全力でお断りさせてもらうわね。え？私の大事な娘にあんたみたいなバカを近づけるわけにはいかないわ。事故の怪我については同情する。でもあんた自身には全く同情しないし、今も大嫌いなの。そんな浮気女と愛する娘が一緒に暮らすとか吐き気しかしないわ。ちょっと待ってよ。私が彼と離婚したらたくさんお金が手に入るんだよ。無理して受け取らなかった養育費とか慰謝料を取り戻せるんだよ。そんなにお金があるなら行政や民間サービスを頼りなさい。わざわざ私が手伝う必要はないはずよ。それじゃダメだよ。離婚したら一人ぼっちだし、誰かと一緒に暮らしたいの。この体で一人ぼっちなんて絶対に嫌だよ。じゃあ浮気も全て許して大輔と一緒にいることね。子供ができにくい体でも捨てられないように、車椅子の体でも捨てられないように願っているわ。頼む美咲、もう本当に限界だから助けてくれないか。月10万でも20万でも払うから、
このままじゃあいつのせいで俺まで仕事を失うぞ。はあ、マキちゃんがひどいんだ。クルメ生活になってからめちゃくちゃわがままになって、そのせいで仕事にならないんだよ。慣れない体でストレスが溜まっているのかしら。多少のわがままもそのうち落ち着くわよ。落ち着くどころか日に日に悪化してるよ。仕方ないから会社に事情を説明して在宅勤務に変えたんだ。でもオンライン会議中にわざと何度も呼びつけるんだ。足が痛いとかトイレに行きたいとか言い出して、その度に会議は中断だし、同僚からの視線はだんだん冷たくなるし、それは地味に困るわね。だから今月からはやっぱり出社することにしたんだ。でもそれはそれで大変でさ、出勤するためにどうせ浮気しに行くんだろうって問い詰めてくるんだ。ひどい時は玄関で車椅子生活の嫁を裏切るのかって叫ぶし、おかげでご近所さんからも変な目で見られているよ。あら、そして今日はついに会社にまで来やがったんだ。会社のロビーで車椅子の嫁を捨て落としているって叫び出して、私の大怪我は旦那の浮気のせいですって、あっという間に会社に騒動が広まったよ。まあまあ、そこまで元気に回復したってことじゃない。一人で車椅子で会社にまで来れるなんてすごいわ。ここまで来たからもう介護もそんなに手がかからないんじゃないかしら。いやもう俺のメンタルが限界だ。そんな時のお前の SNS を見たよ。娘をピアノ教室に通わせているんだよな。発表会の様子の動画すごく可愛くて愛しかった。発表会用のドレスも似合ってるわよね。世界で一番可愛いと思っているわ。俺お前や娘に会いたいよ。よりを戻してくれなんてわがままは言わない。だけどせめて面会だけでもさせてくれないかな。なんだったらお前と二人きりの食事でもいいから。ふざけたこと言ってんじゃないわよ。養育費も何も受け取らない代わりに面会させない。誓約書にそう書いたことを忘れたのかしら。それは私の可愛い愛しの娘の目に浮気クズ野郎を映したくないの。それにあんたと二人でご飯とか本当に無理だから。食べながら料理を吐くと思うから料理人に失礼よね。そんな冷たいこと言うなよ。3年前のことは全部謝るから。だから頼む、俺のことを少しぐらい許してくれてもいいだろ。前にも言ったけど、あんたの怒りと恨みが消えることは一生ない。人を裏切ってそういうことなのよ。私のこともまだお腹にいた娘も捨てたくせに、都合いい時だけすり寄ってきてんじゃないわよ。謝罪するぐらい反省してるなら二度と連絡してくるな。あんたができる償いはもうそれしかないんだよ。そんな、それじゃあマキのことよろしくね。もうあの子にはあなたしかいないんだもの。次こそ誰も裏切らないようにね。その後、大輔はマキの介護のために定時上がりの部署へと移動になり、収入も激減。そして会社内では先日のマキの大騒ぎ事件が広まってしまい、ひそひそと後ろ指を刺されるように、完全に出世コースから外れてしまい、毎日やる気のないうつろな目で出社しているそうです。妹のマキはというと、大輔の稼ぎが減ったことで民間の介護サービスもあまり利用できなくなってしまったそうです。そして日頃の介護を大輔に頼んでも、俺の会社人生を台無しにするぐらい元気だろと、ほとんど助けてくれないんだとか。すでに夫婦仲は壊れていて、家の中は地獄のような重苦しい雰囲気が漂っていると聞いています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。